はい、格安シムレツ園、今回ご紹介するのはこちら OCN モバイル1です。これ私何年前だったかな、2年以上ぐらい前に契約してましたね。500kbps のねプラン、これ今毎日30メガですけど、今は110メガまで増えてますね。月々俺980円ってなってますけど、今は900円ですね。これどんだけ昔なんだよという感じでね、あれなんだけども、OCN はね、まあね、マニアの方はね、結構眼中にないかと思うんですけども、NTT のね、NTT コミュニケーションズだったかな、が運営している SIM カードなんですよ。昔は、マツコデラックスさんとかがね、CM をしてて、結構メジャーな CM。で、CM もおそらく、なんだかんだで1位じゃないのかなと思うんですけどね。ただね、やっぱりその利用者が多い関係でですね、高速通信の速度がね、結構、時間帯によってね、変動が激しいですね。やっぱりお昼時とかね、朝8時、夜7時とかね、という時間帯はちょっと速度がかなりガクーンと落ちます。いわゆる格安シムは速度が遅いよというイメージを植え付けたのはここじゃないかなと思うんですけどね。まあただやっぱりね、あの会社がしっかりしてるんで、まあアフターもねそこそこだし、あとは自社でね端末も出してんですよ。自社になるのかな、 OCN じゃないけども、まあ系列会社 NTT レゾナントだったかな、そこがスマートフォンも出してて、まあこのパッケージでね、あの買うことができると。スマホを買ったら SIM カードがついてくるみたいなことで売ってますからね。あの、OCN のいいところは、事務手数料が安いんですよ。で、一応、まあ、3000円かかるということなんだけども、まあ、Amazon でね、買えば、500円とか、そんなもんで買えるんじゃなかったかな。事務手数料は、地味にね、金額大きいですからね、まあ、そういう安いところでね、契約すればね、気軽にね、契約できるかなというふうに思いますけども。まあ、初めて使う SIM に、するんだったらいいのかなという気もしますけどね。当然ね、詳しい人はね、あの自分でねベストな通信会社を選べばいいんだけども、まあ知らない人がねプラッと契約する、まあ初めて格安SIMに契約したいなと思うんであれば、 OCN は比較的おすすめできるのかなという感じがしますね。で、金額的にはデータ通信は900円で、音声通話は1600円からという風になってて、まあ金額が上がるごとに、まあ高速データ通信量の、まあ状況が変わるというところですね。私のおすすめはね、500kbps で15ギガまで使えるプランがいいかなと思うんですけども、まあちょっと速度的に微妙だからね、それは何とも言えませんけども。電話がメインであるよというんであればね、1600円のプランで十分だと思います。それでも安いですからね、あの、キャリアと比べれば。という感じでございます。ざっくりな説明ですけどね。また詳しくはね、こちら、ホームページの方をね、概要欄の方にリンク貼っておきますのでね、またそちらも詳しくご確認ください。確か、店頭でもやってるけどね、まあほとんどね、全国どこでもやってるってわけではないので、基本的にはインターネットでね、契約して、で、まあクレジットカードで引き落とすというスタイルっていうのは変わらないと思いますけどね。初めてやる方は OCN モバイル1はいいかなと思います。